まず開けていくか。そう。あ、でも書いてある。どれが一番上が上層って書いてある。上層。一番上か。これだけでかもしれない。右だなって書いてある。右だな。右だな。右。左だな、右だな。うだなと。これが。さだなと。さだ。霜だ。霜。ここに壁に設置していくぞという。お、いいね。これどうやろう、ちっちゃいのが作っていこうか。そうね、これ平然と持ち上げましたみたいな顔してたけど、うん、驚きの重さ。あ、そうだ。あのお兄さんにいいとこ見せたくて。なるほど。驚きの重さだった。美味しかった、騙せなかった。そうや、さっき筋トレとかしてきたから大丈夫。筋トレやったらいいの。腕が説明書発見。あ、サダナとウダナ両方。あー、なるほど。こういう、はあ。でもこれが結局ないとあかんよね。そうね、でも1、3の1の下段をやるべきなのかな。下段からいくか。3、1。よいしょ。80キロぐらいあるけど、下段。絶対そんなにない。絶対これじゃあ。確かに。あっちに持っていくか。で、ここへ。書類いらんやろ。腰をやるっていう可能性さえある。音楽になりました。腰のアラームが腰の4回転の時のアラームが無理やって思ったら持つとこがない。これはまあ、うわ、すごっ。240キロがあった。ほんまにやばいか。それ、よし、ハモノは任した。オッケー、ハモノは任したぜ。よし、嫌な音これ。怖いな。風でもほんまに強かった。ほんまに。どっかちょっとだけ相手を落とす。開いてるのかな。開いてると思うなよ。あ、これでもな、なんかマンションの風逃がし弁みたいなの開けてんの。これって開けてるのがいい。これはなんかあの説明書に書いてたけど、うん、閉じるなって書いてた。あ、そう。なんかその密閉性が高い家やから。うん、閉じるとなんかジメジメしちゃうって。でもまあどうせ窓と開けるならいいんかもな。え、これもうちょっと開けてるか。どうやった？バーンと。あ、どこだ。あ、ここ逃がしといたら大丈夫かな。逃がしといたら大丈夫。この白網だよね。オッケー。使うことになるか、ビッグハサミ。説明書が今全部これなの。あ、そういうこと。ってことは一番目に、あ、ちゃう、あれは。
ここに外れだった。組み立て2人以上での作業をお願いします。ありがたい。結構いろいろあるな、パーツが。これ8時間かかる可能性出てきてる。もともとこれ1がどこにあるか分からん。あ、1やった。1めっちゃやること多いな。3左側板、4右側板、5左中縦板、6右中縦板、8下中縦板、9上中縦板、14引き出し左側板、15引き出し右側板に A キダボを取り付けます。キダボね、オッケー。キダボね、キダボ、キダボがこれで、中立て板とかどれのこと。あ、これか。これ6か、これ5や、これ5、6、3、4、5、6、8、9。うっそ、5、6、8、9。うわ、消えました。数字だけで終わりやん、そんな。なんで生活できへんって、そんな人。よいしょ、3、4、5、6、8、9、これが4、4、あれが3、4、3、4、8、9、5、6がこれか。こうやってなんか番号振ってる。うまく打ってる。助かるな。あ、ごめん、不安だ。これが C から貼ってるけど、これ11ちゃう。これ11か。これ11。これが11。キダボ、キダボは側面か。これ何なの、ピッピッって。温度的なのを多分温度が入ってるから。あ、キダボとかボンドでつけるってことか。うん、なくてもいいけど。いいんじゃなくて、自分でやったら気に。そうか、ぐらつくってことやって。あ、ゆるゆるやったらボンド入れようってことね。どうしようか。キダボ、あ、これか、こっち、びっくりした。間の穴が出てきた。キダボの半分ぐらいの大きさの穴しかない。あ、でも全然グッと入るね。でも、なんかボンドあった方が、あの、作業してる時ポロッと落ちそうで、だからボンド使いますわ。キダボン、キダボンを、キダボン、うわ、入り口でか。どうしようか。キダボン、これ上下ないようなキダボン。なし。
木だこで、あれか、組み立てるだけやったら結構楽よ。ネジに1個のネジ、いや、ネジは、なんかあのスライドさせたりできんねん、確か。さあ、お昼の。こういうことかじゃあ、こっちが前、前。なるほどな。あ、そう。なるほどな。そういうことか。そうか、方向ミスったら終わりか。あ、話せた。気持ちの面で。気持ちの面は終わり。気持ちの面は終わりだ。つまり、下側。あ、そうか。これ、うん、前にこう、前やからこれでいいかな、こうかな、あれ、逆こっちかな、じゃこれ倍押しツルツルしてる方がやっぱ前、あツルツルしてる方が前で、あ、これか、それこれやな、こうか、うん、そうだ、これだね、鉄ダボをつけます。鉄ダボ買って、あ、でもその握るやつがあっていいな、
これ握るやつあったような気すんな。いや、これ握るやつ、これをはめるやつやから、そのこまでやりやすくなってる。よかったない、嘘、あったような気がするから、ちょっと見てこよう。ていく感じか。そう。パワーいるね。不親切。不親切やな。これだって斜めに入っていったりしたら結構例えば。これじゃちょっとさ、緩めの方がいいんかな。最初。そんなことない。斜めになっても大丈夫だと思う。明らかに段差ができるんだ。大事な気するけど、なんか大事だ、結構これニュアンスやんな。そう、もっとちゃんとしてほしかった。これが軸になるの、ブルブルやねん。こいつ鉢が何だろう。鉢はいわゆるどのパーツなんやろ。真ん中やろ、多分引き出し、うん、正直今何を作ってるのかあんま分かってないどの部位なんか。よいしょ、完成形もう知らんまま作ってるから。おそらく一番下の引き出しとか。そうか、これ一番、そうか、この土台か。うん、でか？どれやろ？いや、でかはね、天板だ。ちょっと細長いやつやな。このダボがいった。よし、おお、完成や。完成だ。